感じられます中山競馬場です。両馬場で迎えました第50回皐月賞、関西馬7頭を迎えて18頭のフルゲートです。さて実況席は大川慶次郎さんですが、大川さん、まず今年の皐月賞、はい、どう捉えますか？混戦ですけどもね、はい、私はメジロライアン白体制7枠、両馬、まあ、これで決まれば一番いいんですけど、ね、そうですか、7枠がとにかく中心だと思いますがね、はい、もう一つレース展開がアイネス風神が、逃げてストロングが絡むか日動三段が絡むか、展開もかなり大きなポイントだと思いますね。そうですか、はい、さてスタート地点18頭が集まっております。スタート地点青島アナウンサー、はい、スタート前の雰囲気伝えてください。まず馬場状態なんですけども非常にいい馬場です。仮柵が外されたあたりがちょっと深くなっていますけども非常にいい馬場です。さて各馬なんですけども、まずアイネス風神ですが、向こうの小屋にいるときに中野英二騎手なんですが、時々前傾の騎乗姿勢なんか取りまして、むしろ騎手の方が気合が入ったようでした。それからメジロライアンなんですが、ちょっと入れ込み気になるようですが、この輪乗りの状態に入ってから落ち着いたようです。一方白体制なんですが、返し馬の時からこの今の輪乗りの時も、非常に堂々とした感じが受けられます。その価格は特に入れ込んだ馬というのは見られません。以上です。はい、さあスタート地点18頭輪乗り、そして枠入りを待つばかりなんですが、大川さん、混戦混戦と言われております、はい、今年の皐月賞ですが、大川さんもやはり混戦という捉え方ですか？もう先週から混戦で、今度は単枠してはない年へと申し上げているぐらいですから、ね、はい、勝っても1馬身以上は出ないんじゃないかなと思っておりますね。あ、そうですか、はい、まあ、ご覧のように連勝複式のオッズを見ても 17.1 倍、そして67の 7.9 倍、まあ、10倍以下はこの2つだけということでね、はい、このやはり人気の方もかなり割れているのがやはり今年の皐月を物語っていますね。ということですね、はい。さあそんな中で今2番のアイネス風神中野英二が映っておりますが、大川さん、先ほどの話ですが、はい、やはりこのアイネス風神がストロングクラウンとのこの先行争い、これもちょっと注目しますね。ストロングクラウンがね、もし待機策ならね、スタートから少し遅れて出るような格好になると思うんですよね、はい、だからこの両馬がどう出るかはスタートした瞬間でしょう。アイネス風神は抑えないらしいですからね。あ、なるほどね。競馬場すでにスタート前からスタンド前では大歓声が上がっております。ファンファーレが鳴りまして枠入りが始まっています。青島アナウンサー、まだ 2,3 頭ですか？そうですね、先に鶴丸三股を入れるということでちょっとゲートに嫌ってたんですが、川内騎手が尻尾を引っ張りまして割合スムーズに入りました。以下各馬、はい、順番に収まっています。メジロライアン今収まってます。そうですか、半数近い馬がすでにゲートに収まりました。そして人気のアイネス風神、まだこれからゲートに誘導されようとしております。ゼッケン2番、あと何頭ぐらい残ってますか？あと3頭です。最後に日動サンダーが入ります。はい、大外関西は日動サンダーがゲートに収まりますと枠入り完了です。さあ枠入り完了しました。ゲート相手第50回皐月賞スタートを切りました。いいスタートを切りました。18頭になります。さあ正面スタンド前先行争いに移ります。ゼッケン10番双葉坂で、そして東医師とさらに白体制、これは持っていかれる感じ。そのインコースから2番のアイネス風神、大歓声に送られまして18頭、まず第1コーナーに向かいます。手綱を抑えまして双葉坂で海老沢誠司が先頭を取り勢いであります。そのアウトコースからアイネス行きました。アウトコースからアイネス行きました。そしてメジロライアンはやや中段から後方でレースを進めております。さあ1コーナーから2コーナー、先頭は双葉坂田が立ちました。そしてアイネス風神2番手であります。キーノブ3番手、そのアウトコース東医師とつけました。さらに日動サンダー白体制、インコースストロングクラウン、ゼッケン8番のストロングクラウンは中段であります。向こう正面に入って先頭は双葉坂田、2番手アイネス風神変わりません。その後ろは3馬身から4馬身ちょっと切れまして、キーノブ、東医師とアウトコース日動サンダー、さらにストロングクラウン、白体制がやや中段であります。さあ白体制の後方でありますが、成田はやぶさ、インコース4番の小金台風、そして大活流星、さらにプリメール1番のワイルドファイヤー、さらに12番の鶴丸港、メジロライアンは中段からや後方であります。3コーナーにかかっています。依然として当番の双葉坂田が先頭であります。双葉坂田が先頭、そしてアイネス風神2番手、西野サンダーが3番手、そのインコースストロングクラウン、アズマイストが現在5番手であります。その後方から金を出す3、4コーナーの中間地点にかかります。メジロライアンまだ中段からや後方、さあ中野英二のアイネス風神、白い帽子がここで先頭に立った。東山がやってきた第4コーナーカーブ、さあ中山の直線は350メートル、1番
ってアイネス空中島飛行士が疾走する。アイネス空中島飛行士ストラミクランが生きて西野さんが来た。西野さんだ。拡大成功追い込んでくる。さあアイネス空中アイネスストラミクラン西野さんだ。メジックラインが来た。そして熊谷島追い上げてきた。さあ拡大成が来た。拡大成来た。拡大成来た。アイネス空中か拡大成か。アイネス空中か拡大成か。2頭並んでゴールイン。わずかに外拡大成か。わずかに外拡大成か。拡大成そして2番のアイネス空中追い込んできた15番の白大星、そしてインコース2番のアイネス風神。オール番は際どかったですが、大川さんはどうご覧になりました？白大星でしたね。白大星、はい、白大星がわずかに、アイネス風神を任しましたね。ここで中野英知が先頭に立ちまして、各馬追い上げ体制。外から足毛の馬、オレンジの帽子、大成功の子、白大成が一気に追い上げてきました。そうですね。でもね、メジロライアンもね、白大成とちょっとぶつかるようなところがありましてね、はい、ちょっと出に負けてしまっただけに3着でしたけどね。見事、大成功の子、白大成、破竹の5連勝で東にやってきました。この白大成が第50回記念すべき皐月賞を制しました。鞍上は未来克美であります。